長瀬恋、出口夏樹、初共演で縮まった、距離感忘れられない夏休みの思い出も、森田緑の同名小説を、ホットロード、思い、思われ、振り、振られなどの三木隆弘監督が映画化した、ラブストーリー、ネットフリックス映画、余命一年の僕が、余命半年の君と出会った話。以下、嫁僕の配信がスタートした。余命一年を宣告された、 高校生の早坂明人が余命半年の高校生桜井春菜と出会い心惹かれ合っていく模様を描く本作主演を務めた長瀬廉とヒロインを務めた出口夏樹に独占インタビューを行い初共演の印象やそれぞれの忘れられない夏休みについて語ってもらったまずは長瀬さん復帰おめでとうございます長瀬廉以下 長瀬、ありがとうございます。すみません。ご心配おかけしました。めちゃくちゃ元気です。嫁僕でのお二人の演技も素晴らしかったですが、秋人も春菜も演じるのが、難しそうな役柄でした。長瀬、めちゃくちゃ難しかったですし、胸が痛かったです。春菜と過ごす時間が楽しければ楽しいほど逆に切なく、なるというか、楽しいはずなのに、心のどこかでは、 悲しかったり、一緒にいる時間を全力で楽しんだり、そのあたりの塩梅を考えながら演じていたんですけど、すごく難しかったですね。出口夏季以下、出口、私は、春菜の気持ちがすごく理解できました。もちろん、切ない気持ちもありますし、演じていて難しいと思うこともありましたが、私はどちらかというとやっていて楽しい気持ちの方が、強かったです。 長瀬、最初に脚本を読んだ時に、文面だけだと春菜のテンションがいまいち、つかめなかったんですよね。余命半年ということで、どういう気持ちの持っていき方をするんだろうと。撮影に入る前に、それを悟らせないような、元気な感じでいくと聞いたので、それがいい助走になって、後半の展開により、気持ちが動くようになりました。出口。 現場に行く前に唯一決めていたのはそこだけでした。春菜は元気なこと、三木隆弘監督に言われていたので、あとは現場で三木監督とコミュニケーションを取りながら、徐々に作り上げていきました。お二人は今回初共演となりましたが、お互いの印象はいかがでしたか長瀬いい意味で印象が変わりましたね。現場を明るくする力。 和ませる力をすごく持っている方だなと思いましたし「お菓子好き?」「出口急に何それ?」「長瀬、撮影中ずっと食べてたよね」「出口うんずっと食べてた笑い」「長瀬、常に何かを食べているんですよ」「それでよくそんなスタイルを維持できるな」っていうくらいむしゃ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 小動物のようにずっと何かを食べてましたね」「リスみたいでした」 出口、らしいです笑い。私はお会いする前のイメージと、現場で仲良くなってからのイメージが、全く一緒だったんです。ただ、最初だけ全然違って。永瀬、ああ、初対面の時ね。出口、テレビとかで見ていた、永瀬さんは、おっちゃらけていたり、すごく明るいイメージがあったんです。でも最初の方は、全然喋らない人だなって笑い。永瀬、 めっちゃ静かやった笑い。出口、お互い人見知りだったんですよね。どっちも自分から話しかけに行けないタイプというか、何か大破するきっかけがあったんですか長瀬、まあ言うても僕はプロなんで笑い、最初の方はあえて距離をとって、物語のタイミングと合わせて、距離を縮めに行ったんですよ。出口、頑張って、コミュニケーションをとってくれました笑い。 でも私が人見知りすぎて、長瀬さんからの質問に対して一問一答みたいになっちゃって、マネージャーさんに聞きたいことないのって注意されてしまうくらいで。長瀬、そういう予極説があったからこそ、だいぶ打ち解けられましたね。出口、その過程がすごく面白いと思うので、ドキュメンタリーのカメラが入っていて欲しかったくらいです。笑い。 ちなみに、聞きたいことは何を聞いたんですか出口、結局何も聞かなかったです。永瀬、聞かれてないっすね。今聞いてみたいことはありますか出口、ええ。でも撮影以来、久しぶりに会うので、元気だったかい永瀬、それですかええ、元気ですよ。今日久しぶりに、出具と会えて元気が出ました。出口さんのことを、 デグって呼んでるんですか永瀬、デグ、ですね。出口さんは、永瀬さんのことをなんて呼んでるんですか出口、永瀬さん。永瀬、いや、めっちゃ猫かぶってるわ。出口、ははは。今日は、永瀬さんのマインドで来たんですけど、撮影中はずっと、秋人くんって役名で呼んでいて、途中から仲良くなってきた時に、 出口って呼んでくれてるのに、秋人くんだと申し訳ないなと思って。でも、安くんっていうキャラでもないから。長瀬それが意味わからへん笑い。出口、ちょっといじりたくなるような感じ。結局なんて呼んだらいいかわからなかったので、長瀬れって、フルネームで呼んでました。長瀬フルネームで呼ばれることなんてなかなかないよ笑い。出口、絶対に、安くんなんて呼びたくない。 長瀬、はは、長瀬恋と出口夏樹にとっての忘れられない夏休みは、年齢的にも、お二人の高校生姿を見られる機会は、どんどん少なくなっていくと思いますが、長瀬、いや、勝手に決めつけないでください。まだまだ全然いけるんで笑い。出口、私も、まだ高校生役が続いています笑い。長瀬、でも高校生を演じるのは、 楽しみではありましたね。僕は通信制の高校に通っていたので、実際の高校生活では高校生っぽいことができなかったので、日々の授業や文化祭みたいな行事ごとを含めて作品を通して楽しむことができるので、それは本当に嬉しいです。映画の中では夏休みが描かれていますが、お二人にとっての忘れられない夏休みを教えてください。 長瀬、昔は、毎年夏休みの新潟のおばあちゃんの家に帰省していたんです。事務所に入ってからは仕事もあってなかなか、そういう機会がなかったんですけど、高校生の時に、地元の仲の良い友達と海辺の宿に泊まって、花火をしたり外で、レジャーシートを敷いて、ご飯を食べたりして、朝そのまま仕事に行ったことがあって、それは、忘れられない夏休みでしたね。 めちゃくちゃ青春でした。出口、私は夏休みに外に出た記憶があまりなくて、ずっとクーラーをかけた家の中で涼みながら過ごして、夏休み最後の一週間で残った宿題に焦る、夏を、毎年過ごしていました。食べるか寝るかしかしてなかったです笑い。逆にこのお仕事を始めてから休みを大事にするようになって、 友達とコテージを借りて、泊まりで、海の方に行ったりしています。友達がみんな社会人なので、2から3ヶ月前からマネージャーさんにお願いして、私が、みんなの休みに合わせているんです。長瀬、休み取るのってなかなかタイミングが難しくない出口、早々。長瀬、相談すれば、お休みをもらえるんですけど、仕事が重なって、 どうしても取れない時期が続いて、ちょっと空気を読みながら、笑い。出口、わかる。空気を察して、笑い。流せ、前、三日くらい休みをくださいって言ったら、もらえたんですけど、普通三連休だと思うじゃないですか。なのに、まさかの、飛び飛びで笑い。そういう時は遠出はできないので、とりあえず前日は、友達と飲みに行って、休みの当日は、 買い物に行ったりして過ごしてます。余命一年の僕が余命半年の君と出会った話はまさにそういう日常の大切さを改めて噛みしめるような作品ですよね。お二人も改めて何か感じることがあったのでは長瀬、秋人と春菜の姿を通して普段生活しているこの時間が当たり前ではないということを痛感しました。もし自分が 秋人や春菜のような立場になったら、二人のように行動できるのかということもいろいろ考えましたね。そういう意味でもいろんなことに気づかせてくれる作品だと思います。出口、実際に余命を宣告される方もたくさんいらっしゃって、私は本当に今生きている、この日々を大事にしなければいけないなと思いました。